ちょうど1ヶ月ぐらいですかね、はい、頑張られますからね、毎日来られてるから。体重は1キロぐらい減ったんですか。はい、まあ1ヶ月ですね、ちょっと体重が1キロ減ってって、ね、はい、実は中国の方で、日本の大学でですね、はい、今日本の企業に勤められて仕事も大変なんですけど、驚いたのは中国では受験のための懸垂とかがある。そうですね、ありますね。30回以上できたら満点になって、満点プラスなんですよ。プラス点数は。すごいこと聞きましたね。これは日本じゃないですけどね、大事ですよね、それね。体力勝負ですもんね。それ全国そうなんですか。全国そうです。もしかしたら今またシステム変わってるかもしれない。変わってるかもしれないです。日本も変わりますからね、はい、大学受験のシステムも、はい、はい、僕の時はそうですね、懸垂とあと幅跳び、幅跳びとハンドボールだけ、ハンドボール、ハット、走る。あ、それその中の一つ選べばいいって。いや、3つ全部。あ、全部ですか。はい、3つ全部。あ、それそこで全部満点取ったら相当プラス。全部満点取ったら30点プラス。一項目は10点。みんな一生懸命やるでしょ。やりますよ。だってただでそんな勉強しなくても点数が上がるから。満点だったんです。満点だった。今でも5つですもんね。それはまたいいこと聞きました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。